ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。今日はやみつきのうまさ、シャキシャキ食感、ゼンマイナムルを水煮から作りました。お酒のお供にもぴったり。1. 水煮から作る時の匂いを取る一工夫。 2. 美味しい味付けの配合。 3. シャキシャキ食感を残す炒め煮の煮含め具合。 4. ごまの香りを生かすコツ。 5. 保存と冷凍。これでご家庭でも簡単にナムルを味わえます。より詳しい動画はコメント欄から。チャンネル登録まだの人はよろしくね。